はい、わがまちゃー、やまかチャンネルのやまさですということでね、今回はハイエースの紹介、ゲストさん、91人目ですね。今回の、カスタム紹介はオーナーさん公認のことで、僕が紹介ということでやらせていただきました。なかなか刺激のあるカスタムでした。それでは動画の方をご覧ください。どうぞ。髪の毛出てる。はい、今回は、オーナーさんに許可をもらってハイエースの紹介ですね。タケッチさんの車両です。噛みましたね。タケッチさんの車両です。お願いします。はい、ということで6型ですよね。はい、前から行きましょうか。まあ、前からエンブレムのこのカーボンカスタム、カーボンフィルム貼ってますね。フィルムなんですけど、これちょっとプニプニしてる、ちょっとええやつですね。はい、前は、あとはボンネット、ボンネットの上のこのスポイラーですね。シャーッと決めて、シャガー品なんですかね、どこのメーカーかちょっとわからないですけど、綺麗に塗装されてますね。はい、前はセンサーついてて、これリップついてるのかな、リップスポイラーついてますね。まあ大人な仕上がり、ね、横いいか、行きましょうか。横は、ミラーカバー、ミラーカーボン調整ね、ピンタイプカーボンまたやっぱカーボン好きなんですかね、ドアノブの傷防止ラバーカバーですね。ラバー、はい、次ホイール行きましょうか。ホイールはこれでかいですね、18インチ、ゼロブレーク、どこのホイールか勉強不足で分かんないですけど、18インチのホイールですね。でっかいですよね、これね、かっこいい。はい、あ、車やっぱ大事にされてるんで、傷のモールつけてますよね。同色ケースね、つけてるかわからんようか。これやっぱつけとったら、僕のちょっと欠けてるんですよね。はい、あ、これ分かる人にも分かる、カーネーチオモールですよね。シンプル、かっこいいですね。純正品です。はい、後ろ行きましょう。はい、後ろ、これ純正のフィンタイプに見えて、これ社外品ですよね。これはどこなんかな、コプラスさんか、ダズフェローさんかどっちかかな、やってますのかな。これはマフラーカッター、マフラーカッターちゃうな、あ、マフラーごと変わってますね。マフラーごと変わってます。これ社外品なのかな。で、車高もキノコもついてますね。これキノコが変わってますね、車高。青に変わってる。こうステップカバーですね。ステップカバー、細かいところこだわられてますね。鍵穴もワイパーのキーカバーついてますね。はい、あとはゴリラの花の穴と、あれですね、ウォッシャー、リアウォッシャーのカバーですね。でくれた、ヒログ型のインディクストリンダーミラーって感じですかね、外装。以上で、タケッチさんご紹介させていただきました。ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いします。ヤマカンチャンネルではハイエース動画以外もラーメン動画、料理動画、キャンプ動画、探偵依頼、エンタメ、歌などいろいろやってます。これからもよろしくお願いします。ヤマカンチャンネルオリジナルソングも聞いてね。よろしくお願いします。それではこの辺で、バイ。